思い出のガンプラキットレビュー集。アリー、常時空世紀オーガス。オーガロイド系。時は1983年、ごく一般家庭の日曜日の昼といえば、クイズドレミファドンをお昼ご飯なんて食べながら家族一緒に見て、ゆっくり過ごすのが定番だったわけで、俺らの場合、その流れで2時からマクロスを見るなんてのは、当たり前だのクラッカーなのですよ。でもねえ、マクロスはついに終わっちゃったのさ。今週からはオーガスって新番組が始まるんだよね。期待を膨らませてテレビをみんなで見ていると、最初のシーンで、お茶の間が凍った。ベッドシーン、これベッドシーンだよね。大事なことなので二度言いました。お昼の2時にベッドシーンだー。そんで、弟のよっちゃんがとどめを刺したよ。わーい、エッチー。間髪入れずに親父が番組を NHK に変えたのだー。よっちゃん、あっちで遊ぼうぜー。何じゃあ、何して遊ぶんかいの。てめえ、ロボットアニメの初回放送をなめんじゃねえよ。その後も、やたらと挿入されるお風呂のシーンやキスシーン、番組中で女を口説きまくる主人公のおかげで、オーガスを見れない日が続いたのだー。常時空世紀オーガスとは、大ヒットアニメ、常時空要塞マクロスの後番組で、常時空シリーズの第2弾、1983年から全35話が放送されたテレビアニメである。マクロスで問題だった作画崩壊の荒波が緩和され、まさに凪の状態になったんで一安心。当時でも作画レベルが安定してた作品なのですよ。主題歌を、探偵物語のテーマ曲でおなじみの、ケイシー・ランキン自らが熱唱。もちろんレコードは買いました。歌いやすいんで、今でもカラオケで歌ってますぜ的なお父さんも多いのですよ。本当にね。でもねえ、よくわかんないストーリーとか緊張受けが悪い目か。それに女好きの主人公のおかげで、人気は今一つだったんだよねー。俺はあんまり見れなかったんだけど、だいたいこんな話だよ。主人公のカツラギ系が、超兵器、時空振動弾のスイッチをポチッと押しちまったことにより、地球は、平行世界が混じり合った混沌とした世界に変貌しちゃったわけですよ。20年後の世界へとタイムスリップした主人公は、老けた親友と再会したり、見ず知らずの自分の娘をナンパしたり、異世界の女の子をはらませたりとか、いろいろアレレなことが多かったんだけど、最終回のオチが一番アレレだったわけで、当時は難解そのものだったのさ。正直、今でもわかんねえのよ。アレレレレー。結局、何がどうなったの？俺も頭がいい方じゃねえけれど、当時のガキンチョもわけわかんなかったらしいねえ。でも、メカがかっこよければそれでいいじゃん。オーガスのデザインは、当時でも傑作と言っていいかっちょいいデザインだったのだー。とは言っても、オーガスはガキンチョには気持ち悪いデザインだったらしいんだよね。オーガスを見て泣き出すガキンチョがいたなんて。とほほな話があるくらいだよ。手がないメカだとか、足がないメカしか登場しないんで、滑空して、ミサイルドバーンな場面ばかりで動きが単調だったし、当時の常識では、味方のメカは角張ったシャープなデザイン、敵メカは、丸みを帯びた曲線主体のデザインが普通だったのですよ。これがオーガスでは逆だったわけで、敵と味方がわかんねえなんてガキンチョもいたものなんだよねー。オーガスとは、ぶっ壊れたブロンコ2とエマーンのドリファンドのパーツを組み合わせて完成したハイブリッドなロボット兵器なのですよ。同スケールのブロンコ2や、ドリファンドのプラモデルを2個1にしてもオーガスにはならないので念のため、オーガスの完成時には、同様のロボット兵器が存在しなかったんで、この機体に対抗できる機体は存在しなかったのだー。前作のマクロスのバルキリー同様、数タイプの形態に変形できるのが売りで、基本形態のが多く、人型のオーガロイド、飛行型のフライヤー、陸戦型のタンクの4形態に変形するんだよね。タンクは1回しか変形してないんで、正直存在意義が微妙なんだよねー。当時も一番人気がなかった形態だったのさ。いろいろアレレなところが多いんで、今なら炎上しそうなアニメなんだけど、最近では、時空振動弾や、平行世界の住民が同じ世界に存在しちまうって設定が、あまりにもスーパーロボット対戦の設定にジャストミートしたわけで、今では、スパロボの最終兵器と呼ばれるまでの存在になったのですよ。この作品なくして、スーパーロボット対戦 Z はなかったと言っても過言ではないのだー。オガスってこんなに強かったっけ？キットの値段は500円だよ。安いねー。割とエッジの甘さが友達だーな。アリー品質なのですよ。今井製の40分の1スケールキットよりも、手軽で作りやすいサイズが好感度大なのですよ。しかーし、このプラモデルは、まさに開けてはいけないパンドラの箱だったのだー。アリーさんの48分の1スケールのオーガスのプラモは、オーガロイド系、フライヤー、ガウォーク、タンク、オーガス2オルソン、一般兵士用、それにおのおのの可変タイプがキット化されてたんだけどー。中身はほとんど一緒だよーん。なぜかって、可変に対応してるパーツと、可変に対応してないパーツ、
それに個別のキットオリジナルのパーツを同じ金型で作っちゃって、それを組み合わせてプラモデルのバリエーションを、たーくさん、作っていたからなのだなので、オーガロイド系だけでも、腕のあるモデラーなら4形態に変形するようにできたのですよ。まあ、変形させてもかっこいいかどうかは微妙なところだけどね。劇中のイメージで好きな形態に限定して組んだ方が断然かっこよく仕上がったのだその意味では、当時としてはコストパフォーマンスにすんげー優れたキットだったのですよ。どっちにしろ、足首から下のボリュームが足りないんで回収する羽目になるんだよね。超プレミアの可変タイプより、オーガロイド系あたりを買った方が断然お得なのだバケも使い回しだしねー。